はい、レジンでね、ここにこういう、まあ、ちょっとちょうどいいアクリル板があったからね、くっつけてみたね。で、まあ使い方はね、まあ、こういうふうに持って、まあこうやって持つとやっぱりやりやすいね。まあ、こうやって持って、あとは切るだけね。もうちょっとこう持つかうん。やっぱり、こうやって持つか。まあ、取り付け位置あるからね。これがやっぱり切りやすいね。うん。あとはもう普通に持ってね、まあ、こういうふうにね。ううふうに持って、はい、こうやって、はい、こうね。まっすぐ切れるね。はい。 これ使いやすい。で、まあ、コーミングするときもね、まあ、こうやるのもね、特に、あの、障害がないかな。ね。ね、はい。見えるはい。まあ、どこでも切れるよね、はい。まあ、まっすぐ切ったあげこうね、はい。ボブはどうかね。ボブね。はい、ボブのときは、ボブのときは、ま、こうやって持って、 ああ、ボブは切れねえわ、さすがに。ボブは無理だわ。ここでこうも押さえなきゃいけないから、ここで、こうだから、壊れちゃう。ああ、壊れちゃった。ああ、もう取れちゃった。<laughs> ちょっとレジンで接着弱いからね。ちょっとボブは無理だね。